ステップ2、エンドノードの種類。いくつかがあるんですけれども、一番最初に説明したいものはメジュメントノードなんですね。アイコンはこういうアイコンに使いたいと思います。これからすべてのノードの種類が、えっと、新しいアイコンが出てきますが、それは、えっと、今回には見える通りには、これがビームスプリッターと,とディテクターは複数がありますから、それがメジ m メントに見えるでしょう。 まずは、これがエンドノードの種類としては、これが一番簡単なものなんですが、これが格子を測定することしかできない箱になります。そして、これがメモリーはありません。量子メモリーですね。そして、エラー管理はそんなに機能はないので、それが簡単なことしかできません。そして、アプリケーションもいくつかがあるんですが、 まずは一番簡単なのは、リオシカギ配送かも,しれかもしれません。で、それが、t e r l リンクには、お互いに、あと両方に,には、メジャーメントノードをつけて、真ん中に,にはと、格子を発射するとものをつけて、このところと、このところに,には、測定するだけでリオシカギ配送できるかも,かもしれません。そして、もう一つのアプリケーションなんですが、ひとく 量子計算なんですね。でそれが Blind Quantum Computation なんですが、例えば、クワントムコンピューターがあって、そして、とワントムメジュメントノードがあって、コンピューターか,から、えっと、格子を発射して、そして、メジュメントノードで受け取って、えっと、測定して、これをうまく使ってたら、その一区量子計算はできるかもしれません。そして、 さっきの見たことには分かってたかも,かもしれませんが、これが量子シ計算機、これがクワントムコンピュータのアイコンになります。まあ、ラップトップと原子のアイコンには見えるかんですね。そして、2つの種類があるんですが、まずはコンプ NISC のことを説明したいと思います。その NISC というのは、それがノイズイ・インテーメディアット・スケール・クワントムなんですが、それがノイズあり中華希望量子 デバイスオ子計算機ですね。そしてこれが、さのメジュメントノードよりちょっと先端のことなんですが、まずはこれもちろん、えっと、測定もできるんですが、これが新しい機能と,としては、これがメモリーが入ってるんですね。そしてこれがエラー検知できるんですが、えっと、誤り訂正はできませんですね。そしてこれが、 この前のレッスンに説明したピュリフィケーションについてはできるかもしれませんが、すべての漁師誤り訂正はできません。そして、ユニバーサル量子計算はできることにはなるんですが、それがもちろん、コヘレンスの対象になるでしょう。で、それが、まあ、これがどのぐらいの量子計算はできることは、それが制限されるでしょう。 そして何に使えるんですか、えー、との質問なんですが、まずはこれが今までの説明したノードの中には、これが一番最初にはエン t o e n d のエンタングルメント、量子もつれが,ができることにはなるでしょう。そして、その量子もつれを使いたいものには基本的に何でもできるな,なんですが、さっきの言ってた通りにはディコヘレンス次第ですね。そして、分散量子計算。 それが、まあ、私の研究分野とかに関係あるんですが、えっと、まずは、それが、コンプネスクだったんですね。そして、もう一つの、えっと、コンピュータの種類があって、それが、コンプ FT。これが、フォルトトロラントのことなんですが、これが、最先端の量子計算機になるんですが、これが、まだ誰もできてません。そして、これが、もちろん、 さっきと一緒なんですがメジャーメントはできますが、こっちも量子メモリがあって、今回には誤り訂正型の,のコンピューターになるんですね。そしてこれが最先端のユニバーサル量子計算ができることになります。アプリケーションとしては、まあ、さっきのコンプ・ニスクと似てるんですが、それよりいくつかがあって、まずは、えっと、サーバーとしてはそれが 委託用子計算とかの種類ですそれが一得利用子計算の一つの種類なんですがそれが特別には安全にはサーバーには利用子計算を任せることそして分散利用子計算にはこれがぴったりのデザインになりますしそしてこれが一番重要一番大事な利用子計算機になるんですが これだけで,で,で,ではあの作ることは大変なので、それがっとハードウェアのシステムの人たちは今挑戦中なんですね。そしてもう一つの種類なんですが、これが MEM のノード。このアイコンをよく見ると、これが磁気ディスクプラス原子に見えるかもしれませんが、それだけでヒントになって、この MEM のノードの仕事はデータを長い時間保存すること。そして 必要な資源としてはそれが物理層の量子ビットがいくつかは必要なんですがそれは大容量は必要になります。そしてこれもあの誤り訂正も重要なんですがその一つずつの量子ビットあるいは複数の量子ビットにはそれが何でもの,の ユニテーリー演算にもできるかもしれませんが、まあ、それが重要と思いますが、一番重要なの,なのは長い時間にデータ保存できること。そして、まあ、ユニバーサルリオシ計算にはできないと書いてあるんですが、それはちょっと言い過ぎかもしれませんが、上に書いてある通りには、何でもの測定とユニテーリー演算できることにできるなら、まあ、それはユニバーサル量子計算と言えるんですが、 それが、これのノードの種類の得意ではありません。そして、何に使うのか、まずは、まあ、リオシデータセンターには長い時間にデータ保存することのために作ってやるんですが、そして、もう一つの使い方としては、リンクについてのレッスンで説明したことなんですが、スニーカーネットで,ではに使えるかもしれません。スニーカーネットでと。で、 ある箇所にはメモリーが用意して、それにつながるメモリーも用意して、その2つの間にはリオもつツを作って、1つは別のところに運ぶ。そして、その運んでいる先のところには、えっと、もう1つのリオ計算機があって、それがにつながって、そしてエント・エンドにリオもつツを使うことにはできるでしょう。それがメモリーは得意かもしれません。 そして、もう一つの種類なんですが、センサーになります。そのセンサーは、まあ、IoT のセンサー、Internet of Things のセンサーと同様なんですが、それが、今回にはこれが、リオシ版になってるんですね。で、この電波が見えることは、それが測定ということ、センサーになってる。そして、これが、ストレージ、それが、リオシメモリーがあるかどうか、まあ、あったら簡単なものしかありませんが、ないものもあります。そして、 分散型の量子もつれ状態。それが2つの箇所、2つのキュービットにつながっているか、複数のキュービットもつながっているか、それがまあアプリケーション次第なんですね。そして、重要なことはこれがメジャーメントなんですが、そのメジャーメントも簡単なことしかできません。そして、アプリケーションとしてはこれが何に使えられるんでしょう。まずは弱い自波とか測定も可能。 そして、メトロロジー。これが、まあ、計測学などには、それが高性能の精度にはできるかもしれません。そして、重力も、もう、あの、使えるかもしれませんし、そしたら、それが、えっと、クロックシンクロニゼーションに,にも関係になるでしょう。っと相対整理の,の関係になります。で、その、クロックシンクロニゼーションは、クロックの動機なんですが、それからもう一つは、まあ、 アストロフィジクス、それが宇宙物理学などについては、それがまあ望遠鏡の,の精度とかに,には上がるかもし,かもしれません。っと分散されているところ、距離があるところに,に,には、あのリオシモツレを,を作って、こういうセンサーで,で測定できるなら、それが,が精度が上がるかもしれません。そしてこれがエンドノードの種類を説明したんでしょう。それがメジャーメントノード。 コンプ NISC、コンプ FT、そして MEM、そしてえっと最後にはその,あのセンサーノートだったんですね。次のステップには、リピーターの種類を説明したいと思います。